森口加工12月10日平成20年2月20日は日本の染色家で友禅染めの重要無形文化財保持者、牧の利技法を用いた友禅染め作品で知られる。森口加工は明治42年12月10日に滋賀県安郡森山町和田岡の森口修二郎、留夫妻の子として生まれ、平七郎と名付けられた。森口家は農業と米屋を営み、 過去は5人兄弟の3番目三男で偏食、病弱小柄で大変大人しく、誰かれ構わず喧嘩をする、学期大将ですら平七郎とは一度も喧嘩をしなかったと伝えられる。12歳で小学校を卒業すると、東園が営む京都の薬店に方向にで夜は薬剤師を目指し薬学校や学部に通ったが、制度変更から薬剤師になるためには、 専門学校卒業が義務付けられ、金銭的にゆとりがなく、専門学校に進学できない平七郎は、薬剤師になることを断念せざるを得なかった。この頃、たまたま店頭に貼ってあった平七郎の絵に、固い友禅の図案を作る職人が興味を持ち、彼に染色をやってみないかと誘った。以前から絵を描くことが好きであった平七郎は、これを契機に一旦実家に戻り、薬店をやめ、 染色を行いたいことを父に申し出た。最初は、反対していた父も、母の重慶、坂田徳三郎の助言から、ようやく同意し、大正13年10月12日数え16歳の時、坂田に連れられ慶営優先し三代目、中川家村の門を叩き、住み込みの弟子となった。当時16歳での弟子入りは遅かったが、好きこそものの、 上手なれとの言葉通り平七郎は精霊し、師匠である家村の行為で、引き田薫沼のもとへ、週一回通い、日本画を学ぶことまで許されるようになった。夜寝る時間もおしみ師匠の図柄や手本を写すなど、修行に励み、二十歳の頃睡眠不足から、神経衰弱となり、長平検査で不合格となったところ、長平検査官から、兵隊になるばかりが、男子の務めではない。 染色をやり通すことも国への立派な方向だと励まされた。その頃、母のいとこから染色師としての学校を過去が送られ、25歳になってから使うようにと言われた。昭和11年1月八日図町へと結婚し、昭和14年1月京都市中京区衣棚工事に工房を構え独立した。結婚後、 師匠である仮尊より独立は3年待てと言われ29歳と遅い独立となったが、仮尊出入りの業者であった安田商店が過去とも仕事をしたいとの申し出があり、本来師匠筋の顧客とは仕事をしないとの不分立があったが特に師匠の許しもあり、優先扱い大手である安田商店の仕事を引き受けるようになった。弟子を持つようになり、 昭和16年に安田商店が設立した友禅工芸会社の取締役技術部長を兼ね、昭和17年第一回古典を古福問屋として大手の一田東京店で開催した。昭和20年終戦後、新中軍相手に熱火チーフに手染めしたものを売り暮らしを支えた。その後、問屋から注文を受け染色を行うのではなく、 独立した友禅作家として活動することを一致だと相談の上、決め、昭和24年一打流戦会に参加し、友禅作家として初の新作発表を行った。過去は昭和14年独立した頃、東京の上野の定出博物館で偶然衣装の一部に巻きのりの技法を用いているのを発見し、これを砂子のように全面に施す発想を得、苦心して、 森口流の巻きのり技法を創案した。多彩の友禅を、あえて単色の濃淡だけで表し、また、桂離宮の竹垣や修学院離宮の造作などから、新しいイメージを発想して得意な模様を創造した。菊の花一輪を着物全体に描き、裾に行くほど花の形が大きくなり、しかも色調を変化させることで、立体感を出す753技法などを編み出した。 昭和30年以上全体に巻きのりを施したチリメンチ友禅訪問儀、早春で第2回日本伝統工芸展朝日新聞社賞を受賞した。同年日本工芸会の正会員となり、日本伝統工芸展の監査員に就任して昭和42年重要無形文化財保持者に認定された。以降、京都友禅研究会を発足し友禅の研究と、 更新の指導を行い、日本工芸化染色部門の役員として、染色の伝道や染色による社会的活動に奔走し、昭和46年史受報賞、昭和57年君4等旭実賞受賞を、夫受賞受訓した。平成19年には次男であり弟子である森口邦彦が重要無形文化財、友禅の保持者に認定された。平成10年には、 故郷滋賀県森山市の名誉市民第一号の称号を受け、平成20年2月20日98歳で死去した著書森口加工に関連する書籍。ありがとうございます。